はい、じゃあ大統領選とクリプト業界、まあ、過去暗号資産業界ということでトランプさんに、ね、ありますけど、2024年のアメリカ大統領選ということで、これね、あのクリプト、特にビットコインに対する扱い方っていうのが非常に、ね、こう重要なテーマになると言われています。はい、これも一緒に見ていきたいと思います。24年の米大統領選の関連性ということで、先ほどのグレースケール社っていうところがですね、この最新のレポートを発行しましたということで、ここで争点になるのがですね、米国の価値観の変化っていうことで、ね、愛国心や宗教など非常に重要であると考える人の割合が減る中、お金を重視する人が増えていると指摘したと。特にこれは、年齢が若い層に顕著な傾向だということで、このマネーっていうところがね、関心度がぐーっと上がっているよというところですね。で、まあこれは日本にもですね、若い20代、30代、40代はもちろんお金に関しての関心は高いんだけど、2008年の景気後退やインターネットの SNS の台頭を通り、投略の優先した政治によって若者の機関を信用していけなくなっているということで、所得格差が広がった、金融意識が高まったりしているということで、ビットコインの価格上昇や普及拡大を相関しているということで、このビットコインの扱い方ですね、っていうのが、この若者の Z 世代とミレニアム世代を合わせると、なんと 44% もこの大統領選に関係してくるっていうね、こう データがありまして、この分散性とか透明性っていうね、この仮想通貨や暗号資産を持っているところに期待をしているね、若者の価値観と一致する部分が多いと指摘したということで、大統領選を加えたビットコインの価格チャートもこう書いているということで、過去あった大統領選後ですね、ビットコインの価格も注目していきましょうということですね。あとはこうユニークな大統領候補者としてはジョー・バイデンさんですね、もうビットコインの扱い、ビットコインマイニングとかビットコインについてはこういろんな見解を示しています。で、特に、ロバート・ケネディ大統領の甥っ子だったかな、がこう非常にこうビットコインについてはですね、この緩和しているというか、まあ、ウェルカムモードにあるよということですね。で、逆にトランプさんですね、トランプさんは、共和党のトランプさんはビットコインはスキャムだって言ってね、詐欺だみたいなことを言っています。はい、で、まあ、こういうね、大統領選にも大きく変わってくるんですが、この大統領選が2024年にありますので、これちょうどビットコインの半減期と被るところもですね、非常に、注目すべき点なのかなというところと、あとですね、トランプさんは、ビットコインのことはあんまり好きじゃないみたいなんですけど、50万ドル相当のですね、イーサリアムを保有しているっていうのは、先日ですね、元大統領のドナルド・トランプさんは、50万ドルのビットコインを、まあ、持ってますよと。ということでちょっとニュースになりました。で、まあ、50万ドルなんでね、トランプさんからすると、大したお金ではないとは思うんですけど、こういうね、このじゃあトランプさんって自分でですね、こういう NFT を発行したりとか、やっぱイーサリアムベースの何かをしていくっていうことが多分好きなんだと思うんですね。これは自分の宣伝効果とかマーケティング的にやっぱイーサリアムって使いやすいと思うんで、トランプキャンペーンね、非代替性トークン、まあ、NFT ですね、トランプカードっていうのがね、売り出されて99ドルで販売して一気に200ドルまでね、売れたとかっていうようなこともありますし、っていうこともね、関係しているのかなと思います。で、ちょっと面白かったのはですね、トランプはビットコインの詐欺というより米ドルを好むと明言しました。彼の暗号通貨への嫌悪感はマイアミッションのフランシス・スアレスの起業家ビベック・ラマスフワミなど、共和党の一部の人々が暗号通貨に対して積極的な姿勢とは異なるということで、民主党側では長い目で見れば勝ち目のない候補者であるロバート・F・ケネディ・ジュニア暗号資産の支持を公言しているということで、なんかこの本当に世界がね、こうビットコインに対する世界が変わりつつ本当にあるんですよ。はい、そして、これこの前だったんですけど、アルゼンチンの大統領選今年あります。この方はですね、BTC の推進派として、ハビエル・ミレイ氏っていうのでね、もう僕が大統領になったら中央銀行を廃止しやろうみたいなね、こうのがすごく注目を集めましたんで、これも合わせて見ていきたいと思います。これですね、アルゼンチンの大統領選、意外にもビットコイン支持の候補、ミレイ氏がリードということで、8月14日に出た、ね、ニュースになります。
アルゼンチンの主要な大統領選挙で中央銀行の廃止を主張し、ビットコインの好意的な立場を取る、ハビエル・ミレイ氏がトップに立ちましたと。投票の 84% が集計された時点で、ミレイ氏は 30% を確保しているということで、トップでしたということです。で、もともとミレイ氏って今回投票で3位にもならないというふうに言われてたんですけど、まあ、こういう主張をすることでですね、アルゼンチンの若者とかも中心に関心が あってですね、票が入ったなんていうこともね、言われています。で、彼が言ってるのがですね、この、まあ、多分こうポジショントークもあると思うんですけど、中央銀行は詐欺であり、政治家がインフレ税で税の人々を騙している仕組みだと、ね、痛烈に、伝えていて、お金の元の創業者である私的セクターに返すものと伸びていますと。で、アルゼンチンの法定通貨として提案しているわけではないということで、まあ、第二通貨ぐらいでね、エルサルバトルと同様ということで、第二通貨ぐらいで考えていると思うんですが、基本的にはですね、この彼の考えではビットコインもポジティブなんだけど、このアルゼンチンって非常にね、物価が安定しなくて、なので、このね、3桁のインフレ率に悩ませている経済のドル化を提唱しているっていうことが、まあ、もう一つの、ね、支持を得たポイントでもあったかななんていうふうに思います。そういうことで、やっぱこの、ね、業界としてもですね、この大統領選っていうのは、ね、非常に大きな左右されてくるポイントになるのかなというふうに考えています。